ビル・ゴールドバーグはアメリカ合衆国のプロレスラーであり、俳優。オクラホマ州タルサ出身。かつてアメリカに存在したメジャープロレス団体、WCW の世界ヘビー級チャンピオン。WWE でも世界ヘビー級王座を獲得。20世紀の終わりから21世紀初頭にかけて一世を風靡したプロレスラーであった。通称、超人類。 決めゼリフは、フーズネクストユーアーネクスト。学生時代はアメリカンフットボールで活躍。1990年の NFL ドラフトにて、11順目でロサンゼルスラムズに指名されるも、怪我のため契約に至らずマイナーリーグでプレー。その後、アトランタファルコンズで3年プレーした後、エクスパンションドラフトでカロライナ・パンサーズに指名されたが開幕ロースターに残れず引退した。 NFL 引退後、実刑が、リック・フレアーと知り合いだったことから、WCW の道場である、パワープラントを紹介され、WCW に入団。WWF との視聴率戦争マンデーナイト、ウォーズの真っ最中だった WCW は、彼に、無敵の超人というギミックを与えた。そしてギミックに基づくストーリーが展開され、フットボーラーらしいと進力を生かした。 スピアートッパワーを生かしたジャックハマーでデビューから173連勝を飾った。2 0 0ラムを超えるザ・ジャイアントをジャックハマーで叩き落としてみせた。さらに充実の技を取り入れ見たこともない技を次々に見せていった。1998年7月6日、デビューわずか1年でハルク・ホーガンを破り WCW 世界ヘビー級王座を獲得することとなる。 森からのプロレスブームも手伝って、この時期の彼の人気は凄まじく、WWE は彼を目のあだにして、最弱の男ギルバーグというパロディ選手まで登場させたりもしている。ちなみに決め台詞は、フーズファーストであった。彼の無敵の超人ギミックは、WCW がスター選手欲しさゆえにデビューを急がせたための、キャリア不足を隠すためのものでもあった。事実。 彼の試合はそのほとんどが5分以内である。しかし、それが観客の圧倒的指示を受け、芝叩く間に大きな人気を獲得した。実際、圧倒的なパワーと運動能力が説得力を持ち、カリスマ性を備えていた。このような短時間で圧倒的なパワーと斬新な技でねじ伏せ勝ち続けるレスラーには、ロードウォリアーズがいたが、シングルファイターとしては彼が、 初めてと言える。さらに、当時流行していた、総合格闘技のようなサブミッションを試合に取り入れたことも成功につながった。連勝記録の終焉は、1998年12月27日ワシントン DC で開催されたスターケードである。スコット・ホールをセコンドに控えさせたケビン・ラッシュとの対戦で、WCW 世界ヘビー級王座戦であった。 ホールによる介入を許し、スタンガンによる一撃を受けてしまい、ナッシュに敗北した。王座を失うとともに、デビュー以来続いていた、連勝記録も173でストップすることになった。なお、この連勝記録は2017年5月20日に、アスカが174連勝に到達するまで誰にも破られなかった。2002年8月、全日本プロレスに初参戦。 小島聡氏と対戦し、試合時間4分2秒で完勝を収めた。これは、WCW 崩壊後、初の試合であった。その後ファンタジーファイトレッスルマイナス1にも参戦した後に WWE と契約し、2003年3月31日の RAW に初登場。RAW においても、WCW 時代と同様の無敵の超人ギミックが継承され、 ザロック、トリプル H 及びエボリューションラーと構想を繰り広げる。WWE 所属中の2004年1月には、ハッソルに出場して、小川直也と対戦している。WWE とは高額の1年契約だったが、t v マッチのみの参戦で、それ以外の興行には参加しないという特別扱いであり、さらに、アメリカ以外の団体の試合には出場できるという内容であった。 そのため、WWE オーナーのマクマホンファミリーから不満が漏れることとなった。毎日のように行われる巡業を拒否するゴールドバーグに対して WWE は年俸ダウンを提示したため契約更新はされず、2004年3月14日のレッスルマニア20に出場した後に退団。このことは非公表だったにもかかわらず、事前にインターネットを通じて一般のファンにまで知れ渡り、 また、同大会での対戦相手、ブロックレスナーも同様に対談することが伝わってしまっていた。そのため、正規の一戦になるはずだったこの試合は、入場時から両者に対するファンからのブーイングが尋常ではなく、まともに試合が成り立たず実況のジムロスが試合中に二人の対談の事実をコメントしたり、試合の特別レフェリーを務めた。 ストーンコールドスティーブ・オースチンが試合後両者に対してスタナーを繰り出すなどファンの気持ちを抑えるのに苦心することとなった2016年10月17日 WWE、ER、RAW にて12年ぶりに登場を果たすリングに上がるとマイクを取り因縁のあるブロックレスナーとの再戦を要求した同月31日 RAW にて再び登場 レスナーとの再戦をアピールすると代理人である、ポールヘイマンが登場。絶戦を繰り広げ詰め寄ると、ルセフが乱入し、ゴールドバーグの時代は終わったことを告げられ、挑発されると、ジャック・ハマーを見舞い、ヘイマンにもスピアーを決めた。11月14日、RAW にてついに、レスナーと開口サバイバーシリーズ2016で勝負することが正式に決定。同月二十日、 サバイバーシリーズ2016にテレスナーと対戦。試合開始早々にタックルを仕掛けられ、コーナーに押し付けられるが、レスナーを振り払うと、スピアーを2回決め、最後に、ジャックハマーで3カウントを取り勝利した。2017年1月29日、ロイヤルランブル2017にて13年ぶりとなる、ロイヤルランブルマッチに28番目で登場。リングに上がって、因縁のあるレスナーと対峙。 レスナーの体当たりを避けると、スピアを決めて脱落させる。そして29番目に登場した、ジ・アンダーテイカーと初の対戦となり、スピアを決めたものの、ルーク・ハーパーを落とし油断していたところに、アンダーテイカーより、背後から襲われ脱落となった。3月5日、ファステレイン2017にて、WWE ユニバーサル王座を保持する、ケビン・オーエンズに挑戦。 試合をしようとしないオーエンズにゴーを逃がすが、オーエンズが、ようやく退治しようとすると、バックステージより、クリス・ジェリコが登場。ジェリコに油断するオーエンズに、スピアーからジャック・ハマーへとつなげて二十一秒で、秒殺勝利。ベルトをダッシュした。四月二日、レッスルマニア三十三にてブロックレスナーと、WWE ユニバーサル王座戦を行い、計十回による、ジャーマンスープレックスから、 最後は F5 くらい敗戦。大座陥落する。同月3日、RAW 放送終了後に登場。家族を優先したいという意思で WWE から離脱することを発表した。2018年1月15日、WWE 殿堂入りすることが発表された。2019年5月4日、WWE は公式ツイッターアカウントにて、 ゴールドバーグが6月7日に復帰するとの情報を掲載し、本人も自身のツイッターアカウントで復帰予定であることを認めている。6月7日にサウジアラビアで行われたスーパーショーダウンにてジ・アンダーテイカーと対戦。シングル戦としては初の顔合わせとなり、歴史的な一戦として大々的にアピールされた。スピア、ジャック・ハマー、オールドスクール。 ツームストンパイルドライバーなど、お互いのフィニッシャーをぶつけ合い、互角の勝負を繰り広げるものの、最後は、テイカーのチョークスラムを決められ敗戦した。8月11日には、サマースラムに参戦し、ドルフ・ジグラーと対戦。ジャック・ハマーを決めて勝利し、健在ぶりを見せた。2020年2月27日においても、サウジアラビアで開催された、スーパーショーダウンにて、 WWE ユニバーサル王座を保持するザ・フィン・ド・ブレイ・ワイアットに挑戦するため出場。試合開始直後からスピアーを連発し、マンディブルクローで反撃を受けるものの、最後はジャック・ハマーを決めて3カウントを奪い、ベルトをダッシュした。翌日28日にはスマックダウンに登場。リング上でフー・エス・ネクストと問いかけると、そこにローマン・レインズが登場。レインズが I m next と答えると笑顔を見せた。以降、構想に発展する。4月4日、WWE パフォーマンスセンターで行われた、レッスルマニア36にて、ローマンレインズの出場自体に伴い、代役となった、ブラウンストローマンと対戦。両者の得意技であるスピアー、パワースラムが炸裂。連続スピアーで見せ場を作ったが、終盤、 ストローマンにランニングパワースラムを決められ敗戦。王座から陥落。1999年には、ジャンクロード・バンダム主演の、ユニバーサル・ソルジャー・ザ・リターンで準主演。2000年には、ヘッドロック・ゴー・ゴー・アメリカンプロレスに特別出演。2004年に WWE との契約を更新せず、事実上プロレス界から引退した後は主に、映画俳優として活躍。二千五年、 サタイクロースに主演。また、刑務所を舞台に、監視隊囚人のアメフトバトルを描いた1974年の大ヒット作、ロンゲストヤードのリメイク版にも、囚人フットボーラー役で出演。2007年には、奪還2.0に主演している。2017年、アメリカンサタンイベントプロデューサー、兼用新房ホーク役。2018年には、人気シリーズの一つである。 NCIS, LA 極秘潜入捜査班にゲスト出演。元特殊部隊の捜査官を演じた。入場時は決まって、控え室のドアを開けアリーナに至るまでのバックステージを勇ましく歩くシーンが、会場のスクリーンに映し出され、ゲートの左右から火花が交錯する中から登場するというものだった。WWE の殿堂入り式典でも、この入場は踏襲され、その際は控え室から、 スーツ姿で登場した。ビルゴルトベルク。オンラインワールドオブレスリング。2016年3月15日、閲覧。WCW1997 リザルツ。2013年8月13日閲覧。サタデーナイトテーピング。アゲンストバディランデルハット。ビルゴルトベルク。S.O. プロフィール。 オンラインワールドオブレスリング。2008年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月21日閲覧。ビルゴルトベルク。S アクセラレータプロフィール。アクセラレータ。S レスリングローラーコースター。2008年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月21日閲覧。アスカ。174連勝の快挙。 ゴールドバーグの記録を抜く w w e c o j p 2017年6月9日閲覧アスカサーパスゴルトベルク S スアンディフィーテッドストリーク wrestleviw.com 2017年6月9日閲覧 wwerawresults10 17 16 wresl.eview.com t、l e v I e、2016年10月17日閲覧 www.resalts103116、e、wresl.eview.com t、l e v I e、2016年10月31日閲覧 w w、e r a、w r e s a l t s 1 1 1 4 1 6 wrestleview.com 二千十六年十一月十四日閲覧 WWE サバイバーシリーズリザルツ十一二十十六 wrestleview.com 二千十六年十一月二十日閲覧 WWE ロイヤルランブルリザルツ一二十九十七 wresl.eview.com t、l e v I、2017年1月29日閲覧 w w e ファステレインリザルツ、w R e、s u l 3 5、e、1 7 wresl.eview.com t 2017年3月5日閲覧 ab, レッスルマニア3 3三リザルツ四二4 2 1 7 wresl.eview.com t、l e v I 2017年4月2日閲覧。wwerawresults4317wrestleviw.com2017 年4月3日閲覧。g o l t ル b e l k 2 b e i n d u c t e d into wwehallofameespn.com2018 年1月16日閲覧。 wwe, h e returns 17, who's next for, ゴルトベルク ,pick.twitter.com o f u b 5 p j c 9 3 wwe, 2019年5月5日閲覧 g o l ル b e r ク bill, 5 weeks out, I will apologize in advance, if, I stare at you in public don't y worry I, m on t h i n k i n g of protein. ヒッティングザジムナウフーズネクスト HTTPS、now, HT t w i t t e r .com WWE, status, 4,、WWE、ステータス、112K4373 兆1040億6988万1861。ゴルトベルク、2019年5月5日閲覧。アンダーテイカーゴルトベルク号2ザルミットインファースト、エヴァーマッチ。WWE、2019年6月10日閲覧。 ゴールドバーグがジャック・ハマーでジグナー・粉砕 WWE、8.11WWE2019 年9月26日閲覧。ゴールドバーグが WWE ユニバーサル王座から陥落、前日に挑戦者変更でストローマンに深く2020年4月6日閲覧。ありがとうございます。